今日はですね、100均で売ってる便利グッズの中でですね、私が使ってる一つを紹介します。何かっていうとですね、これマグネットトレーなんです。パソコンの自作をしたりですね、いろんな、ものをばらしたりですね、組み替えたりするときにネジっていうのはつきものですよね。でネジを外してですね、ネジを外してこう置いとくんですが、何かの表示シーンですね、どっか行っちゃったりとかですね、転げ落ちてどっか落ちてなくなって分かんなくなったとかですね、置いといてもですね、どこやったか分からなくなる時があるんです。まあ何かの表示で落ちたりとかですね、してどっか行っちゃうんですよけども、まあ替えのネジはですね、いろいろ持ってはいるんですが、そういう時にですね、ダイソーで売ってるこういうのを一つ持っとくと非常に便利です。バラしてですね、ネジを取ったらこの中に入れればいいんです。入れとけばいいんです。名前の通りにですね、マグネットなんですよ。だから落ちないんですね。逆さにしても落ちません。非常に一つあるとですね、便利です。まあネジを扱わないっていうかですね、物を作ったりとか修理をしたりとかバラしたりとかですねしない人には必要ないんでしょうが、私みたいにいろんなものをバラしたり組み替えたり作ったりする人間にとっては非常に便利なものです。100円ですからね。まあそういうことをされる方にはですね、一つあると非常に便利です。まあこれこはですね、あの机の上なんで、こうまあこうゴム状になってますのでですね、裏ゴム状になってますので、滑りもこうあまり良くない。だから滑って落ちたりとかですね、自分で滑って落ちたりということもないです。まあいろいろその自分でね修理をしたりとかする人には非常に一つあったら便利かなということでご紹介させていただきました。ありがとうございました。